はいどうもこんじゃぱんは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今週のライブアップデート、1月14日から21日までのねライブアップデートを紹介していきたいと思います。で、基本的にライブアップで B 以上の選手を紹介していきたいと思います。で、黒玉のフォワード、ミッドフィルダー、ゴールキーパー、ディフェンダーに分けて見ていきましょう。どうぞ。まずは黒玉のフォワードの選手たちから見ていきたいと思いますが、今週はですね、ご覧の通りの選手が B 以上という形になりました。まあ、中でもね、ムバッペとイリチッチ週間 FP で来ていますので、ライブアップで A という形になっています。まあ、この2選手に関しては間違いなくね、ガチスカで使われる方いるんじゃないかなと思いますが、まあ注目な点で言うと、バルセロナですね、ウンティティが来たということで、個人的にね、かなりグリーズマン注目していたんですが、今回メッシ、グリーズマン共に出ずにウンティティという形になっています。ここ先行になったんじゃないかなと思いますが、まあデンベレだったりもね、ライブアップで B という形になっています。まあ注目の選手で言うとデバイかな、週刊 FP で一度登場していますので、ぜひ持ってる方は使っていただければと思いますね。で、続きまして黒玉のミッドフィルダー見ていきたいと思います。で、ミッドフィルダーではですね、まずパレホとブロゾビッチ、この2選手に関しては週刊 FP で登場している通りです。で、ライブアップで A の選手、ルイス・アルベルトですね。まあこの選手結構強い FP でね登場していますので、ぜひ使っていただければと思いますが、まあ中でもマルキーニョス、パリサンジェルマンのクラブセレクションで PS4 の方は出ていますので、ぜひ、強いアンカーの選手、その時はハードプレスだったかな、まあ、ぜひ使っていただければというところなんですが、ただ通常でもかなり強いアンカーの選手ではあるかなと思いますので、カゼミロ、ブスケツ、あとはマルキーニョス、この3選手アンカーですのでね、使っていただければというところですね。で、黒玉ラストはですね、ディフェンダーとゴールキーパー見ていきたいと思いますが、まずライブアップで A、ウンティティは、今週は週刊 FP で登場している通りですね。ただ、ディフェンダー今週結構きついですね。黒玉ではシュクリニアルとボヌッチとウンティティしか B 以上ではないという形になっていますので、ちょっとね、ディフェンダーもセンターバック、サイドバック、ここら辺の、起用というところが少し今週は難しいかなというところですね。で、ゴールキーパーがかなり熱いんですよね。手足提言、クルトワ、ハンドルミッチ、ドンナルマン、ナバスがライブアップで B 以上という形になりました。まあ、中でもクルトワとドンナルマですね、この2選手に関しては間違いなく最強クラスゴールキーパーかなと思いますので、ぜひ使っていただければと思うんですが、そこでですね、まずクルターの能力値見ていただければと思うんですが、今までですね PS4 も含めまして2回 FP で登場したという形になっています。まあ共にクラブセレクションだったんですが、一番左にですね、今回は通常の能力値も書かせていただきました。まあそれよりはね、クラブセレクション強いので、持っている方は使っていただければと思うんですが、通常でもですね、コラプシング、ディフレクティング、カンスト、ディーケンセス95、キャッチング96、クリアリングが98あります。で、通常でも間違いなく最強クラスのゴールキーパーかなと思いますので、ぜひクルターはね、持ってない方は通常のクルターも使っていただければというところですね。まあ CS 持ってる方は個人的に羨ましいなというところですね。で、続きまして、ドンナルンマになりますけども、ドンナルンマは3回 PS4 を合わせまして登場しています。クラブセレクション1回目、2回目、そして11月26日に週刊 FP で登場している通りなんですけども、これもですね、まあ通常もかなり強いので、持ってない方は使っていただければというところなんですが、まあ本当に欲しかった FP の一人ですね。まあ今週に関しては個人的にクルトワもドンナルンマも持っていませんので、今週はね、クルトワ、ドンナルンマ通常をね、個人的には使っていこうかなというところですね。はい、で、ラストにですね、金玉の注目選手見ていきたいと思います。ご覧の通りですね。で、ライブアップで A の選手が、フォランとデ・アラスカイタ、ジュール・クンデ・ハーリット、ジェラール・モレーのマンチーニということで、マンチーニに関しては週刊 FP で登場している通りです。で、ライブアップで B なのが、デュパン・サバタ、ハキミ、デパウル、フェラン・メンディ、ルイス・ムリエル、バレッラ、こちらの選手たちがライブアップで B 以上という形になりました。まあ、中でも注目な選手で言うと、デナイヤーですね。まあ、この選手がライブアップで B に乗っているというところは、かなりありがたいところかなと思いますし、 PS4 の方でもね、使われる方がかなり増えてくるんじゃないかなというところですね。で、まあこの中で言うと、間違いなく今週はデアラスカエタですね。まあクラブセレクションで一度登場していましたが、このデアラスカエタに関してはクラブセレクションの能力値爆上がりとなったのが決定力になっています。ですので、まあ、先週はライブアップで良くなかったかなという記憶もしていますが、2020年はですね、かなり毎週のようにライブアップで B 以上でしたので、まあ、使われる方かなり多かったんじゃないかなと思いますが、今週に関してもライブアップで A ということになりましたので、ぜひ使っていただければと思いますし、まあ何よりですね、注目な点で言うと、スーパーサブ、この能力値持っている上にスーパーサブ持っていますので、今週はまあ最強クラスの2列目かなと思います。アイコニックでイニエスタだったり、週刊 FP でイリチッチ出ていますけども、でアラスカエタ持ってる方はぜひ使っていただければというところですね。この選手に関しても個人的に持ってませんので、フラメンゴのクラブセレクションもう一度出てほしいところです。
で続きまして注目の選手でいうとセンターバック組んでですね、まあ、黒玉のセンターバックが、まあ、使える選手でいうとウンティティだったりシュクリニアルしかいないということですので、まあ、このセビージャの組んでに関しては持っている方使っていただければと思うんですが、今は5ですのでライブアップで C の時は使えませんけども、ライブアップで A に乗りましたので、今週はぜひ使っていただければというところですね。まあ、能力値で見てもスピード瞬発87、92でありますし、ディフェンス系の能力値も93、96、91しっかり持っているという形になっています。でヘディングジャンプ、フィジカルコンタクトもね、まあ、しっかりあるという形で、まあ、ただ身長が178センチしかないので、個人的には右のラテラルサイドバックの起用が安定なのかなというところですね。でスキルはヘッダー、マンバック、インターセプトの3つ、プレースタイルビルドアップということで、この選手に関してはライブアップで A 今週ですので使っていただければと思いますね。であと2人ですね、注目選手を挙げさせていただければと思うんですが、まず PS4 の方ですね、クラブセレクションでインテル出ていますので、このバレッラ今週ライブアップで B ですので使っていただければと思います。でクラブセレクションで能力値出ていますが、ドリブル能力だったりパス系高いですし、スピード瞬発に関しても86、89、まあただですね DMF よりは CMF ですね、ディフェンスエンスが84しかありませんし、ボールダッシュも88という形ですんで、まあぜひ、高いところで使っていただければというところですね。でスキル面で見た時にもワンパだったりチェイシング、インターセプトで、あとはスーパーサブ持ってますので、今週の後半から出す中盤の選手は間違いなくバレッタ、まあ、クラブセレクションはね、ガチスカに入ってくる選手ではあるのかなというところですね。で最後にですね、注目な選手というか個人的におすすめしている選手がデパウルですね。ウディネーゼから11月26日の週刊 FP で登場しています。今週はライブアップで B ということで、ぜひ使っていただければと思うんですが、アタランタのイリチッチ等がね当たらなかった方は、ぜひ2列目の選手でこの選手使っていただければというところですね。まあドリブル能力だったりパス系はしっかり高いですし、決定力に関してもこの11月26日は5上がりで87まで乗せていますので、まあ中盤の選手の中ではかなり決定力は高い方かなというところ、プラススピード瞬発も87、88だったり、キック力に関してもプラス5で96まで乗せていますので、高いところで使うとですね、よりその強い能力値 を出せる、ような能力値になっているかなと思います。で逆足3人でコンワン6ですね。でレベマ総合値は93で、スキルダブルタッチ、ミドルシュート、スルーパス、コンカ、バックスピンロブ、テイダンドロブ等を持っていますが、まあ一つ追加スキルがねできないというところがネックですね。特にワンタッチパス追加してみたかった選手の一人かなと思いますが、まあ間違いなく最強クラスの2列目の選手かなと思いますので、まあ使用感がね個人的に良かった選手です。ぜひですね使っていただければというところですね。はい、ということで本日はですね、今週1月14日から1月21日までのライブアップでを紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ今週はですね、黒玉のディフェンダーが、まあ、ライブアップで C の選手が多かったりもしましたので、シュクリニアル、ウンティティしかね、黒玉、ボネッチもそうですか、黒玉のディフェンダーいませんでしたので、ぜひジュールグンデなどね持ってる方は使っていただければという週になっているかなと思います。あとはクルトアとドンナルマが注目ですね。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。はい、では。